天正10年1582年紅蓮の炎に包まれる本能寺で織田信長様は亡くなられ申した。この後は皆様もご存知の通り、羽柴秀吉様が天下人への道を駆け上がったわけじゃが、信長様と時を同じくして亡くなった嫡男信忠様以外にも息子や血縁者はおったはず。その方たちは一体どんな運命をたどったんじゃろうか。こたびは信長様死後の織田家と題し掘り下げてみたいと思います。強い恨みを残してこの世を去った信長の三男織田信孝。信長の死後、勢いを増していく秀吉に対抗したのが三男信孝です。織田家宿老柴田勝家と結んで反秀吉陣営を集結しますが、秀吉の方が1枚も2枚も上手でした。信孝と反目する次男信勝を取り込み、兄弟間の圧力をうまく利用したのです。天正10年1582年12月、棋戦を制するように秀吉は大軍を率いて信孝の岐阜城を囲みます。季節は折しも冬、越前の勝家が出てこられないことを見越しての行動でした。こうなると致し方ありません。信孝は母と娘を人質に差し出して和睦を受け入れたのです。ところが信孝に大きなチャンスが巡ってきます。翌年勝家の出陣を知った信孝はこうして兵を挙げました。岐阜城にこもって抵抗を続けますが、頼みの勝家が賤ヶ岳の戦いで敗北。とうとう織田信勝の軍勢に囲まれた信孝は観念するしかありません。信孝の身柄は尾張へ移され、野間の近江道寺で軟禁されました。付き従う者はわずか27名だったとも。間もなく自陣を申し渡され、26歳の若さでこの世を去りました。信孝様は気骨があり器量も併せ持った人物だったといいまする。そんな信孝様だったからこそ織田家を乗っ取ろうとする秀吉様の意図が見えたんじゃろう。しかし戦いは時の運、敗れた信孝様は強い恨みを残しつつ亡くなったとか。実は兄信勝様ではなく秀吉様を恨んでおったと言いまするから、やはり真の敵は秀吉様だと考えておったはずじゃ。信孝様が残したという辞世の句がございまする。昔より衆を打つ身の野間なれば報いを待てや足場地区ぜ。豊臣家のあっけない滅亡はもしかすると信孝様の呪いが絡んでおったのやもしれませんな。わがままのおかげで全てを失った男織田信勝。さて守備よく信孝を滅ぼした次男信勝ですが、まんまと三法師の後見人に収まりました。三法師とは亡き信忠の嫡子で名目上の織田家当主です。ところが秀吉の次の標的として選んだのが信勝でした。秀吉はわざと信勝をないがしろにする態度を見せつけ、重要な決定事項すら信勝抜きで進めようとします。当の信勝はどんどん不満をためていき、ついに徳川家康と結んで対抗姿勢を明らかにしました。天正12年1584年、ついに両陣営がぶつかって小牧の駅が勃発。ところが家康の頑張りもあって戦況は膠着状態となります。背後に敵を抱える秀吉にとって早く決着をつけて撤収したいところでした。そこで秀吉は信勝の領国伊勢別動隊を送って攻め立て、ついに根を上げた信勝は単独講和に応じ秀吉の軍門に下りました。秀吉の天下は揺るぎないと悟った信勝はその後豊臣政権の重鎮として存在感を表していきます。ところがプライドの高い彼にとってわがままが身を滅ぼしてしまうのです。天正18年1590年に北条氏が滅亡すると家康が関東へ移封されました。そして信勝には家康の丘陵へ移るよう命令が下ります。しかし信勝はこれを拒否しました。彼が持つ尾張は父祖以来の領地ですし、織田家の人間がホイホイ命令に従うことはプライドが許しません。こうなると秀吉にも天下人としての意地があります。怒りの態度をあらわにし信勝の所領を没収した上で下野の国へ流罪に処したのです。哀れ信勝はわがままのおかげで全てを失ってしまいました。
小牧の駅の際、信雄様は家康様を差し置いて単独で講和を結んでしまったのですが、これには裏がございました。確かに信雄様は伊勢を攻められて苦境に陥っていたものの、秀吉様は鞭だけでなく飴も用意していらっしゃったんじゃ。それは信雄様に示された好条件でござった。領地の割譲、大納言への任官、信雄様を織田家の正式な跡目とする。特に3つ目の条件は信雄様の心を動かし申した。名目上は三法師が当主だったわけですが、これを排して信雄様を当主にするというものじゃ。自尊心が高く単純な信雄様にとって応じない理由はござりませぬ。こうして秀吉様の手のひらで踊らされたわけじゃな。悲惨な運命をたどった織田の嫡流、織田秀信。秀吉の命令で一時は当主を剥奪された三法師ですが、思わぬ信雄の失態によって再び当主の座が転がり込んできました。やがて三法師は元服して秀信と名乗り、岐阜城13万石の大名となります。また岐阜中納言と呼ばれて諸大名の尊敬を集めていたとか。ところが慶長5年1600年に起こった関ヶ原の戦いが秀信の運命を決めました。石田三成の甘い言葉に乗って西軍に味方しますが、運が悪いことに岐阜城は両軍の最前線となってしまったのです。味方の援軍がない中で東軍の猛攻を受け、あっけなく岐阜城は落城。降伏した秀信は高野山へ送られて蟄居を命じられます。そして最後まで許しが出ないまま26歳の生涯を閉じました。くしくも父信忠と同じ享年だったとも。数奇な運命に翻弄された秀信はおよそ信長の孫らしくない最後を迎えたのです。戦いに敗れた後、高野山へ向かった秀信様でございますが、そこには厳しい現実が待ち構えておりました。高野山は本来罪人であっても受け入れ、功徳を積んで罪が消えるという聖地でございまするが、高野山は秀信様の受け入れに難色を示されたんじゃ。なぜなら秀信様の祖父信長様はかつて高野山を目の敵にされ、高野聖3000人を処刑する悪魔の所業に及んでおったからじゃ。その恨みが消えぬまま秀信様を入山させるわけにはいきませぬ。秀信様は高野山を追い出されて麓の村で暮らし、そこで寂しく亡くなったそうじゃ。ちなみに村娘との間に男子がおったそうじゃが、その家系は代々農民として暮らしておったそうじゃ。織田家は滅亡したわけじゃない。大名として存続した家系とは、嫡流である織田秀信が亡くなったことで織田家は滅びたのかとなると話は少し違います。実は信長には弟や息子が数多くいて、そのうち一部が大名として江戸時代を生き抜いているのです。まず信長には10人の弟がいましたが、そのほとんどは厳しい戦国の世で命を落としています。しかし信兼と浦草の2人は生き延び、信兼家は丹波柏原藩、そして浦草は懐柔藩と柳本藩として続きました。一方信長の息子たちですが、大名として続いたのは次男信雄の系統だけです。秀吉の歓喜を被って一時は流罪となった信雄ですが、後に赦免されて小大名として復活しています。また大坂の陣では徳川の間者として情報を流したこともあり、加増を受けて宇田松山藩の藩祖となりました。こうして信長から続く系類を幕末まで保ったのです。信長様には信忠様、信雄様、信孝様の他に9人の息子がおられました。もし信長様が生きていらっしゃれば、いずれも大名として繁栄していたはずじゃが、運命とはまさに皮肉なもの。本能寺の変が織田一族の運命を変えてしまったのじゃ。豊臣政権下では織田一族の出世など到底望めず、信長様のご子息たちは日陰の存在となり申した。ところが関ヶ原の戦いが運命をまたしても変転させるのじゃ。この戦いで活躍すれば大名になれるはずとご子息たちは期待に胸を膨らませて奮起なされました。七男信孝様、八男信義様、
9男信貞様、11男長継様らは西軍に味方し、織田家最高の願いを込めて必死に戦いまする。ところが理あらず、長継様はお討死に、他の兄弟たちも相次いで改易となり、ついに最高の夢は露と消えたのじゃ。こたびは信長様の死後の織田家を紹介してまいりましたが、今でも織田家の家系は続いております。中でも信勝様は大名家として生き残られました。出過ぎれば秀吉様、家康様に警戒され殺されてしまいまする。アホとして描かれることが多い信勝様でございますが、生き残るという点では大成功でございまするな。このように戦国武将様の家系は脈々と続いて現代に続いておる場合もございまする。皆様もひょっとしたら戦国武将様の末裔やもしれませんぞ。最後に、この動画が面白かったら良いね、高評価と援軍、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。